市政会の丸山でございます。質問が一つありますので一括して述べますのでその後お答えをいただきたいと思います。日本遺産に指定され認定された七里ヶ辺の今後の取り組みについてお尋ねをいたします。七里ヶ辺の崩落につきましてはこれまでにも何人かの議員が一般質問あるいは委員会や全員協議会の場において質問をしています。またその都度理事者から答弁をいただいています。その時の答弁は崩落の原因となった壁の上に居住する地権者が崩落箇所を修復するという答えでございました。しかしながら平成31年1月末に福井県と福井市、勝山市が共同提案した平泉寺と一乗谷を主要な構成資産とする日本遺産の提案が令和と元年が改まった昨年5月20日に認定されたことによりそれに含まれる七里ヶ辺についても希望の明かりが見えてまいりました。全国から72件の応募があり平泉寺と一乗谷の提案を含む16件が新たに認定され日本遺産の総数が83件になりました。このことは勝山市にとって大変ありがたかったことでありますし平泉寺と七里ヶ辺旧勝山城下の町並み景観そして大正図が構成資産として認められたことであります。平泉寺は勝山市にとって大変大きな遺産でありますが七里ヶ辺や旧勝山城下町まで認定されたことは大変嬉しい出来事でございました。そして今年の6月議会の全員協議会において史跡文化課の法鎮課長が令和2年度日本遺産の交付申請についてという令和2年度の事業計画について説明をした後議員の質問に答える形で七里ヶ辺についてはいろんな方法で支援ができないか考えていてまずは文化財の支援ができないかをと考えています。これにしたとしても2分の1の補助ですがただ景観の配慮をしたいものをしたものをお願いすることになるので経費的にどうかというところも検討していますとの答弁がありました。私は大変ありがたい大きな発言であり立派な答弁だったと受け止めています。これまでは崩落の原因となった七里ヶ辺の上に居住する地権者が崩落箇所を修復するという答えでしたが2分の1つまり半分の費用で修理できるということで当事者にとっては大変大きな一歩だったと思います。もちろん全額公費で修復できるようにこれからも頑張っていただきたいと思います。とにかく七里ヶ辺は勝山市の旧勝山城下町の観光の一つでありますし観光ボランティアの皆さんも山陰町会館に観光客を案内して説明をした後あるいはその前に説明をするなどした後には必ずと言ってよいほど多くの観光客を連れて行く場所であり訪れる場所でもあります。市民の声や観光ボランティアの人たちにとって七里ヶ辺が市内各地で崩落している状況をどのように捉えたらよいのかつまり文化的に価値のある遺産であり観光として市内外に宣伝をするが崩落している場所は見せずに観光なのかあるいは崩落の現場も見せて表の顔と裏の顔を見せるのか修理には石積みの専門家でなければならないのかセメントで一面を覆ってもよいのかといった具合にいろいろと話し合っているそうですが少し明かりが見えてきたと喜んでおられます。細かい質問に入る前に山岸市長としてこの問題をどのようにお考えなのかお尋ねしたいと思います。そしてその後担当の理事者にいろいろと質問をさせていただいてまさにいろいろ答弁をいただきたいと考えます。その一点は七里ヶ辺全体の調査についてであります。崩落箇所は現在何箇所なのか崩落寸前あるいは恐れのある箇所は何箇所なのかその結果についてお答えください。第2点は崩落箇所の修理方法についてであります。あくまでも日本遺産でありますから
これまでの形を保存する石積みの工法でなければならないと思いますが、代替措置としての一部セメントで覆う箇所があっても良いのでしょうか。第3点は自己負担割合であります。全額負担から2分の1になったとしまして、次に考えますのは国2分の1、県4分の1、市4分の1として自己負担なしにできないのかといったことをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。山口市長。七里壁の今後の取り組みについてお答えいたします。七里壁は九頭竜川が形成した河岸段丘で、勝山市平泉寺町大渡りから九頭竜川下流の永平寺町鳴川あたりまで20数キロメートル、約七里にわたり通くことからその名がついたとされております。この七里壁は古くから人々の生活と密接に関係しておりまして、数千年前から段丘上は九頭竜川の氾濫を避けた生活空間として利用されてきました。江戸時代には城下町の建設にあたって河岸段丘の地形を巧みに利用し、段丘上には城郭と武家屋敷、段丘の下には町屋や社住を配置をいたしまして、全国的に見ても珍しい段丘を取り込んだ城下町を建設しました。その時段丘面が崩れないように九頭竜川の瓦石を積み上げたものが七里壁であります。そして昨年の5月、一条谷朝倉市遺跡と福井城下町、平泉寺と勝山城下町、七里壁が石をテーマにした日本遺産として認定されました。七里壁には平泉寺において発達した石積みの技術が息づいているといったストーリーになっております。しかしながらば近年石垣の崩落が相次ぎ、その保存方法について各方面から調査を行ってきましたが、良い方法がなく頭を悩ませていたところ、七里壁が日本遺産に認定され、その文化財的価値が急に高まってきました。そこで七里壁の保存方法の一つとして市が文化財に指定して補助を行う案が浮上してきたわけであります。ただ文化財指定には地権者の同意を要するとともに、修復には個人負担が伴うという課題がありまして、その点を地権者に十分理解していただく必要があります。日本遺産は各遺産を満喫し次の遺産に周遊することが求められております。平泉寺に来ていただいた観光客の方に勝山城下町にも足を運んでもらい、歴史的な町並みや七里壁の景観、大正図などその歴史的な魅力に触れていただき、満足してもらえるような環境整備が進むよう努力していきたいと考えております。大内史跡文化課長。まず第1点目の七里壁全体の調査についてお答えいたします。日本遺産に認定されています七里壁は、勝山城下町のうち立川町1丁目から境町4丁目までの約2キロメートルで、そのうち崩落箇所は2箇所、将来的に崩落の恐れになる箇所は1箇所となっています。指定に際しては石積みの残る部分を中心に1ピリずつ指定していくことになると考えております。次に第2点目の崩落箇所の修繕方法についてお答えいたします。文化財の修理は崩落前の状態に戻すことが原則となります。しかしながら石垣が高くなると安全面に不安な部分も出てきますので、景観に配慮しながらコンクリートで補強するなど崩れない方法を取ることも必要です。実際には文化財指定後、工事の設計段階で相談させていただくことになると思います。
次に3点目の自己負担についてお答えいたします。市の指定文化財に関する補助については勝山市文化財補助金等交付要項に基づき補助対象経費の2分の1以内の補助となり上限は500万円となっております。今のところ七里壁の石垣修復に関する国庫補助や県費補助事業の採択が見込めないことからこれ以上の補助はできないのが現状でございます。議長、丸山議員。はい、ありがとうございました。いや、これまではね、個人負担ということを考えればですね、2分の1補助で十分ありがたいなと思います。この私もですね、平成18年に、勤務を自分前職の 役員を辞めてこっちに帰ってきまして、それで、家を修理すると同時に、店を直りたいなとこう思いましたときに、町屋風の家にすれば、市の補助がありますよと、こういうことを提案してくださる方がおられまして、で早速それに乗っかって、個人の家でも市の補助をいただいて、できるのだなと、非常にありがたいなと、こう思ったわけです。で今回のこの七里壁につきましては、もちろん市の持ち物であります、例えばうちの前の坂の大分坂の、前の武道場跡ですね、あそこも石垣が崩落しまして大変危険だなと思ってましたが、すぐに、もちろんこれは市のものですから、その簡単にそうに修復できたんだと思いますけれども、非常に立派になりました。でそこをと同時に、中西金曜場の金屋さんのところの看板も立てて七里壁の説明はしてありますけれども、そういう箇所と相まって非常に観光客がよく本当につぶさに見えるようにしてですね、非常に立派な建物だとともに素晴らしいなと、このように思います。で武道場の隣は残念ながらセメントでブロックで固めてあるんですね。でその隣が石垣になってますけども、またその隣がいわゆるおしめさんの崩落場所ということでして、今回も今日傍聴に見えてますけども、富田の方の区長さんと再利委員の方が、今宇治子さんに対して、その修理のためのお金を集めているということを聞きまして、その修理方法、修理のお金については、そういうものがあるということだけでして、確かに、大変だなと、このように思うわけです。でそうしたところが今日も市長の方答弁いただきましたように2分の1補助でもあればこれは非常にありがたいことだと、このように思います。なんとかして、そういう補助を生かして、そしてこれ、まさに市長おっしゃったように、平成の大当たりから7日までの七里壁、そのうちの勝山市の分とすれば、立川から、境町まで 1.8 キロ、そこのうちのそれを指定してですね、そしてその箇所の保全を、兼ねたものをにできるものか、で現に今崩落している箇所を3箇所2箇所プラス1つのか危ないということなんですけれども、具体的な名前はともかくとしてそういう箇所があるということですので、そこの人たち、下に住む人、上に住む人がその観光というものでそのいわゆる担っていく以上、何らかのこの補助をお願いしたいというところが今この2分の1でもできるような、そういったお言葉をいただいたので、安心かなと思います。まさに、地域の人たちがこの七里壁においてはそういった日本遺産に認定されて観光の目玉なのに何かこう補助はないの、補助がないの本当に寂しいと、そういうことの思いを皆さんずっと持ってきておられたと思います。それが今回このように、市の文化財として指定するというふうな方向に行けば、
これはもう本当にありがたい話ですので、ぜひともですね、これがなるように、そしてまた、将来的にずっと見ていけば、これを市の観光の本当に大きなものとして、全額の補助をできないのかと、まあ、そういうふうな形にいけば、幸いだと私も感じます。私のこの質問も、そういったことで終わらせていただきます。本当にありがとうございました。